先輩にプレゼント？プレゼントっていうか、お礼の品を。お礼って何のよ？この前、風邪ひいた時に看病しに来てくれて、手料理まで作ってくれて、やっぱりお菓子とかが邪魔にならなくていいよな。あんたバッカじゃないの？風邪ごときでわざわざ家に来て手料理まで振る舞う相手に、そんな取引先のお中元みたいなもんあげてどうすんの？取引先のお中元？で、料理は美味しかったの？そりゃもう、すごく美味でした。本人も料理好きみたいで。じゃあエプロン渡してまたうちに料理しに来てくださいって言え。なんでそうなるんだよ！物が残る贈り物って大将に困るって言うだろ。むしろ残るものを渡してメモリーを刻んでいけ。何のメモリーだよ！どうしよう。勢い余って本当に買ってきてしまったけど、もしやこれは渡すハードルが格段に上がったやつでは？やっぱりお菓子の方が。おはようございます。おはようございます先輩。どうしたんですか、そんなに慌てて。あ、いえ、なんでもなくて。お礼渡さないと。でもやっぱり重いと思われたら。いや、でも先輩に限ってそんなこと。この間はありがとうございました。よかったらこれ。好みじゃなかったら申し訳ないんですが。エプロン？やっぱり迷惑だったかな。ありがとうございます。よかった、喜んでくれたみたいで。きっと似合うと思うので、ぜひうちで使ってください。またお家に伺ってもいいんですか？そのうちっていうのは先輩のうちという意味で。はい、そうですよね。すみません、私ってば、なんて恥ずかしい早とちりを。でも先輩さえよければまた来てくれると嬉しいですけど。じゃあ、そのうちにまた。はい、よろしければまた。二人とも午後から休み取る？やめてください、主任。